はいどうも、サンチュがガリガリに削られたロシルです。この PT、なんと、超悲しいことが発覚しました。俺が後ろを振り向くなと言われた時に振り向いてしまったので、なんかクリアが不可能みたいなことが書いてあるんですね。意味はよくわかんないんですけど、それが幽霊に疲れた状態だったらしく、なんか、クリアが困難になるみたいになって、カメラが、この、音を拾える状態じゃないとクリアできないとか。というわけで、一回、死んじゃったため、クリアが不可能ということになりました。終了です。なんか、上手い人は、12分から20分程度で死ななければクリアできるみたいで、一回死んじゃうとなんか詰むみたいですごいなんか時間かかるみたいで、なんだったっけな、なんか特殊にいろいろと分岐はあるみたいで、この攻略サイトがないとほぼきついみたいなことが書いてありました。あ、これはどうなんだ、セーブ出た、引き継がれた状態なのかな、セーブしないけど。あ、セーブされちゃってる感じだこれ。じゃあ俺クリアできないの。写真も貼ってある。じゃあもう俺は結構きついぞ。7本目の廊下右手前に額が落ちてます。だってうわ本気で怖え。攻略サイト見ても怖いぞこれ。攻略サイトが攻略サイトとしての役目を果たしないからな。字をよく見ろってある。あれ開いてる、あ開いてるんか。この絵と赤ちゃんを交互に見るとか、顔見れねえかな、どうにかして。いいパーカー着てんじゃねえか。ふう、ちょっと落ち着いたぜ。これをよく見るらしいよ。なんからしいね。お前か赤ちゃんって。体験版でこんながっつりしたホラーとか怖すぎんだろ。カメラこっち持ってこよう。よいしょっと。ああとりあえずこのプレフォのカメラも一緒に置いとけば声拾うだろう俺の。
声でなんか赤ちゃんの笑い声っていうのがなんか反応するみたいで、これも一回ターゲットしてこう視点を変えることによって消えてって、これを全部消した後にこの文字が別の場所に移動するんだって。で、その移動した場所がまたこれここなんだって。で、これを長押しすればするんだよ。多分もう俺はやったことになってきたよ。で、ここまではいいんだよ。俺も分かったんだよ。で、この冷蔵庫は何なんだよ。7本目の老後カビの時点に額があるって言ってるんだけど、あ、これ冷蔵庫なんだね。ジャパニーズ、よし。これは仕方ない。セーブデータ消すか。PT 違う、 USB にコピーする。ちげえよ。あれ、セーブデータあった、削除。20分でクリアできるって書いてあったからね、いけると思うよ俺も。で、これ PT っていうタイトルじゃなくて、なんかちゃんとした名前があるみたいだね。読めんけど、プレイヤブル、なんて読むんだ。いやー、もうゾッとした。じゃあ今度はちゃんとね、今度はもうクリアできる状態に何が何でも持ってっから。それと、あの写真でいきなりあの女の人に穴が開いたかっていうと、俺が偶然いろんなボタン押してたんだよ、なんか反応しねえかなと思って。そしたらそのバツってのがあれの、気をつけろ、そのドアの付けは、あ、読めなかった。俺なのは俺だけだ、お前はなのは俺だけか、は。ゴキに起こされるのこいつだ。これをクリアした時、俺は常人でいられるのだろうか。間違えてマイクのボタンを押して切ってしまった。よし、ないね。まあ、ここはね、まだ一周目は普通にいける、余裕余裕。とりあえず1回目は家族全員が家に日曜日の方が来て、殺人事件か。うわぁ、妻は、もう息子言うかったら死んでいるけど。His six-year-old daughter had the good sense to hide in the bathroom, but reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. The girl was found shot once in the chest from point-blank range. The mother, who he shot in the stomach, was pregnant at the time. Police arriving on scene after neighbors called 911 found the father in his car listening to the radio.Several days before the murders, neighbors say they heard the father repeating a sequence of numbers in a loud voice. They said it was like he was chanting some strange spell. There was another family shot to death in the same state last month, and in December last year, a man used a rifle and meat cleaver to murder his entire family.カオスだ。父親だけが洗脳されるみたいな。でも、ここまで来るのは何だろう。ストレスじゃないかな。ストレスで取りつかれる的な。設置式のマイクちょっと使いにくいな。
ちゃん。あれ、あ、気のせいだった。ちょっと順を追ってプレイしないといけないらしい。そうするとなんか時間もちゃんと進むってあったよ。ふぅ、ゾクゾクする。開かないね、開かないね。分かっていても怖いもんな。入ってまーす、入ってまーす、入ってまーす。まったく。そういや外国の方ってトイレとあれ一緒なんで、風呂堂々覗けるじゃないか。ゲフンゲフン、私は何を言っているんだ一体。まあね、そういうことだよね。俺はそう思う。あれ、親にちゃうんかったっけか。あ、この時点で写真はないんだ、まだ。あれ、いや、そもそも写真がね。はいはい、意味がわからねえ。あれ、なんかクリア方法が変わるって言ったけど、まさかもう変わっちゃったっけか。あれ、開いてる。え、いや意味がわかんねえ。もうすでに攻略サイトが役に立ってないんだけど。怖い、とっても怖いよ。ちょっとまた攻略サイトを殺すゲームってどういうこと。なんか後半から幽霊に取り憑かれてるらしいよ、主人公は。 OK、 開いた。え、開いてない、閉まった。あ、閉まってたのね。で、後ろが半分開いて、失礼しまーす。かわいいのかな。あ、開いた。すげえ、これが次世代のドアか。で、これがフラグで、懐中電灯になって赤ちゃんとあれを交互に見るって、鏡を。でもこの攻略サイトの半分までしか書いてねえんだよ。 Break out。 このゴキブリの量は異常だって。製品はなんだ、サイレントヒルみたいに街全体でこうやって主人公をいじめ抜くのか。主人公もここから出た時多分髪真っ白になってるぞ、ストレスで。回収して、で、赤ん坊とガキを交互に見ると、赤ん坊とガキ、結果ガキじゃねえかよ。で、こう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 で、開いてないな。おい、潰すぞてめえ、目玉を、目玉くり抜くぞ。この方が要するに撃たれた子ってことでしょ。まだ腹の中で育ってるってこと。そう考えるとちょっと悲しいよね。泣いてんのかな。まあ同情はしねえかな。はい、積みました。早くも懐中電灯の交互に見ていれば、あ、続けるってことか。あ、開い
られない。こういうことでいいのかな。列脱出。おお、出られた。この次の指示は、最後まで話を聞きなさいのレジは。あれか、クソ怖えやつだ。ラジオ横の写真で OK、 ここは分かってる。ここで背後に幽霊がついてる状態、俺が死んだ時はね、後ろを向いちゃいけなかったみたいなね。で、これが、この青色のバツってのが、押せって言うんだったらしいんだよね。で、この状態で後ろ向いちゃいけないんだって。後ろを向きなさいという指示に従うと死んでしまい、死ぬとクリア条件が難しくなるので絶対死なないようにって書いてある。で、次は赤ちゃんの泣き声と吊るされた冷蔵庫っていうあのイベントだね。ヘローだ。ヘローヘローないよ。え、おい攻略サイト、おい働け働け。窓が降ってきた。さっきこんなイベントなかったよ。あーリサ許してくれ、俺の頭には変人が住んでいる。パン、やめよう。これを言って外人を敵に回して殺されるのは嫌だ。あれ、ねえぞ。あ、この状態になってからか。あ、クロスで首を吊りました。うわ、苦しいな。タクティカルエコー的な感じ。どうしたら、キルゾーンダウンロードしてくるかな。コープレートが強力でしょ、絶対面白いやん。あ、写真が戻ってきてる。で、こう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 ドンドン、あれドン、オッケーで消して、ここをよく見ると、どれくらい読んで見てればいいの。次に LINE の訳を調べようとした結果、あれがなくなってたね、英訳が。ボタンから手を離さないように最後まで見ると先に進めますって書いてある。こういうことか。多分これでいいんだよね。もうここをクリアしたとして、7本目の廊下に縁がある。あ、違う、額があるな。ねえよ、これが何本目なのかわからねえよ。7回じゃあこれをこの赤い状態でいけってことか。じゃあこれ1本目だ。2本目、走れ。なんだろう、赤ん坊の声に慣れてきた自分が怖いわ。やばいな。3本目、4本目。
と2つしか攻略がねえんだよな。俺多分これクリアしたら相当な強い面で妹の声聞こえたな。6本目これ。これ1回通り過ぎて最初からとかねえよな。右側のが落ちてるので、まずこのループが1回が7回ってことなのか、それとも累計7本目ってことなのかよくわからないかな。違うっぽいな。あ、まだ6本目だったのかな。もしかして積みました。あ、モグラが動いてるかと思ったらこれだった。まだ見てる時間が短かったんだよ多分これは。
ガボンドが言って何かが音でわかるのかな、振動とか。いやー、製品は入ってねえかな、やりてえわ、ちょっと。時間かかくるわ、このゲーム。なんであれだけじゃ逆転ねんだろう。そうだよな、おかしいよな。缶ビールだ。今字が見えたけど気のせいだったか。やれるゲームだ。ズームした際にアイテムを回収してくれるってことだよな。でもこれでもちゃんと注意して調べてるつもりなんだけどな。つもりであって実際そうかどうかは。あれ斜めだったっけこれ。少し動いてる。なわけねえよな。字が変わってたりすることはないな。心臓悪くなってるわ俺。あ、増えてる。 EL って増えてる。どういうことだ。エレン、エレン君がいるのかな、どっかに。家がかな。リサって聞き覚えがあるな。なんだろう。あ、消えた。もしかしてよく見てると家って薄く出てくるってことか。仕事は。そう、2チャンネルで攻略法を探すか。じゃああ、血は気づいた。それ、ヒーチョーのことを調べるなんて言葉じゃん。はい、皆さん、これ、このヘローが動くらしい。
あそこに。あれ？どういうことだ？ラジオ前の壁に見せて書いたね、見る。ラジオ前だから、これか。なる、壁を見る。戻って電話します。これを繰り返そう。移動するって。ツイッターダメダメやな。あれ？2チャンネルもダメか。これを繰り返すって書いてあるんだよ。ハローは違うスペルになるってことか。なになに？ラジオの前に見せてみる。戻って廊下角のコルクエストです。コルクエストの壁のメッセージは地獄から俺を呼ぶ恋になり進行可能。ここで行き来せずの話。電話側の壁で視点を常時すればどんどん文字が変化する。電話側？視点を常時すればこういうことか。これでいいのか。I can hear calling to me fromヘロ？ハロー？コーリングトゥハロー？ダサすぎんだろ。あれ？攻略サイトくん頼ったらクリアできるみたいな話があったんだけど。ヘロー。こっち行ってエルが来て、H 見て、あれ？フロムエル、デスノートかな。なるほど。ヘル。ヘルでいいんじゃね、もう。あれ？ちょ、ガチャ？地獄から俺を呼ぶ声がする。こういうことか。誰もお前を呼んでない。大丈夫、それは君の妄想だから。あ、お父さん。あい、もう脱出できんじゃねえの。キルゾーンの無線みたいなのが聞こえてくる。
スパーだかな。リップクリーム。ごめん、何言ってるか分かんねえ。さっぱりだわ。これで戻ってなんか額が落ちてるって。あれ、2チャンネルの方が優秀やわ。ツイッターより優秀だぞこの子。地獄から俺を呼ぶ声がする。だって痛いね。アリサ許してくれ。